昼もく21時西条秀樹のお時間となりました。このコーナーは私ミュージシャンのヒレモンが日本が誇りますレジェンド西条秀樹さんについて毎週木曜日9時は様々なコーナーをしております。まずは明けましておめでとうございます。本年も昼もく21時どうぞよろしくお願いいたします。本当に昨年からスタートいたしましたこちらのヒデモクなんですけども、たくさんの方に反響いただきまして、今年もまだまだ初心者ながらたくさんの西条秀樹さんのワードに触れていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは2024年最初の企画はこちら、初見で全曲聴いてみるのコーナーということで、本日は第21曲目、西条秀樹さんのもう言わずもがな代名詞の楽曲でございます、ヤングマン YMCA でございます。それではいつものように楽曲のデータを言ってみたいと思います。ヤングマン YMCA は1979年2月21日にリリースされた西条秀樹さんの28枚目のシングルでございます。訳詞といたしまして天海隆二さんということでね、秀樹さんのマネージャーを務められた方でもありますけども、本当にね名訳詞でございますよね。こちらの楽曲は秀樹さんのファンはもうね言わずもがな皆さんご存知だと思うんですけども、ビレッジピープルの YMCA のカバーということで、まあそれをね青春参加ぽいね、ポップス風にアレンジしてですね、こちら西条秀樹さんの代名詞となったわけなんですけども、結構面白いエピソードがあって、1979年1月4日から3日間大阪厚生年金会館での新春コンサートで初披露したということで、これはシングル出す前に披露したということなんでしょうね。で、リクエストが殺到してですね、急遽2月21日発売の新曲としてレコーディングすることになったということなんですよね。で、秀樹さんの男らしいエピソードでございまして、まあ、緊急発売だったためにですね、その工場に自ら出向いてですね、残業させてしまいますが、お願い申し上げますというふうに、呼びかけてですね、みかん箱の上に登ってですね、本曲をまあ歌唱してですね、従業員たち、その工場の方々にですね、激励したというね、さすが男気あふれる秀樹さんのエピソードっていう感じが、いたしますけどね。チャートなんですけども、その年のヒットチャート、もう独占状態ね、1位織り込んでも1位とか、ね、もう5週で、まあ、ザ・ベスト10もね、最高得点出したり、で売り上げも 180.8 万枚というね、西条秀樹さんのもう、ね、ナンバーワンのビッグヒットになったわけなんですけどもね。それでは早速今年も私の AirPods、ね、名前書いてあります、こちらで、秀樹さんのヤングマン、ね、原曲聞いてみたいと思います。もちろんもう何回も聞いたことありますけども、改めてですね、そのワードを触れてみたいと思います。それでは西条秀樹さんでヤングマン YMCA です。ポチッてて、で収録前に実はビレッジピープルの YMCA を聞いてこの収録に臨んでいるんですけども、まあその違いなども僕なりに感じたことをね、ちょっとこう感想で述べたいと思うんですけども、いきなり秀樹さんのヤングマンいいなと思うのはあのドラムなんですよね。ドラムのね、あのディスコ風のまあ四つ打ちの叩き方になっていると思うんですけども、秀樹さんのバージョンはですね、ビレッジピープルと違って、あのハイハットというこのね、カシャンカシャンという、あれをこう裏にカン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 っていう感じで入れているのがね、僕非常にこのヤングマンをね、こう、なんか盛り上げている一つのまず要素だと思うんですけどね。ビレッジピープルのバージョンは結構こう同じような感じで淡々とずっと続くと思うんですよ。あのまあパーティーソングなんでみんなでこういう感じで歌おうという感じだから、まあそういう感じだと思うんですけど、秀樹さんのバージョンはやっぱりこうすごいこう抑揚があって、まあ5分ぐらいあるヤングマンなんですけども、もうすごいこう飽きさせないというか、秀樹さんの表現力がこううまくこう抑揚をつけてですね、どのパースもですね非常にやっぱりこう違いがあってですね、本当に聞き応えがあるヤングマンですよね。で、一番のやっぱりね、ビレッジピープルとの違いはこのブレイクのところですね。わーい、エームっていうところですよね。まあ、ここもいいんですけど、僕この後がすごい好きなんですよ。めちゃくちゃ盛り上がっていくじゃないですか。最後にこう向けてぐわーっとね、手拍子も入って、みんなで大合唱的な感じになるじゃないですか。やっぱね、この曲のなんかポテンシャルってやっぱり、基本的にはそっちの方が僕は、合ってるんじゃないかなと思ってしまうんですよね。この前、ビレッジピープルのこういう、普通にこういう感じで終わるパターンよりも、秀樹さんのようにこういう感じでね、最後、ぐわーっと上がっていって終わるという、なんかやっぱこの曲を聴いた後にすごく元気出るというような、本当にこう魅力がありますからね。本当に名曲ですね、いつ聴いてもね。次は、ヤングマンのライブテイクを見てみたいと思います。秀樹さんの1979年夜のヒットスタジオテイクということで初めて見るんですよ。楽しみです。それでは見てみたいと思います。ポチッ。いきなり飛び跳ねてます。
あのミニスカのお姉さんたちがたくさん、チアリーダーのチアガールの方々が、秀樹さんはすごいこうシャツ、ざっくりこういう感じのシャツで、すごいですね、秀樹さん、あの彫刻みたいなルックスが、日本人バラにしてますよね。こう、他の女子の方々と比べると、めちゃくちゃやっぱりこう身長が高いのが、わかりますよね。膝がこう、すごい楽しそうに、すごい楽しそうに歌います。いいですね。この髪をかき上げながら、こう、若いうちは、っていう。君も元気出せよ。すごい楽しそうにされる。いや、でもこれ元気出ますよね。あの、やっぱり、オリジナルバージョンも、ビレッジピープルより疾走感あるじゃないですか。さらにこう、ライブテイクは一層疾走感があるから、見ていて、やっぱりこう、抑揚がすごくこう、感じれますよね。本当に、あの、気持ちいいというか。やっぱ表現力がやっぱりすごいいいです。あの、言ったら、ああいう70年代の、まあ言ったらね、絶唱系の時と違って、すごい楽しそうにね、歌われますもんね。この、後ろのチアガールのお姉さん、よく見ると、あの、外国の方もたくさん入ってます。いろんな国の方が入ってますよね。あんまり皆さんやる気がない。秀樹さんの元気よさに比べて、なんかすごい、あんまりやる気ないですよね。なんか仕事感がすごい。もうちょっと秀樹さんと同じようにちょっとテンション上げてやってほしいなっていう。すごいですね。大編成ですね。ダンサーも後ろの段にすごいいて、本体とかもいてね。めちゃくちゃ紙吹雪がぐわーっと。お姉さんたちやる気ない。もうちょっとこう元気出してほしいなっていう。後ろのあの、この辺にいるあの、外国の女性は、他の人の動きをすごく見てますけどね。なんか自分は間違ってないかなみたいな。なんか昨日練習したみたいな感じで、すごい、ああ、秀樹さんすごい、秀樹さんのすごい元気よさがすごいです。井上潤さん、井上潤さんが映ってる。あ、ブレイクです。C の動きがすごい。このブレイクの時の後ろのあのワウペダル踏んでるギターめちゃめちゃかっこいいですね。チアガール横田パンサーズって。すごい名前ですね。いやもう髪がすごい、髪吹雪がすごい、すごいことやってますけど。もう誰の顔かよくわからないの、髪吹雪。ヤングマン!チャーンって終わるね。いやー、すごいですね。いやー、ものすごいパフォーマンスでございましたけどね。もう会場も大盛り上がり。ね、もう吉村麻里さん髪吹雪だらけで誰だかわからない。いやー、本当に素晴らしいライブテイクになりましたね。本当にね。まあ、とにかく、秀樹さんのパフォーマンス力ですよね。やっぱりそのああいう情熱系というかね、あのエモーショナルな感じと打って違ってものすごい元気で、もうすごい、もう動きをやってる中でチアリーダーの君たちも元気出せよみたいな。いや本当に2024年の最初にふさわしい、秀樹さんのヤングマン素晴らしかったですね。ということでお送りしました。しげもんのひでもくん21時、西条秀樹ということで、次週は、皆さんからですね、お便りたくさんいただいておりますので、ずらりとご紹介したいと思います。それではまた次週お会いしましょう。ブー。